官邸官邸は、五官の第十一代皇帝。小帝の彦、下官王、劉海の孫、令和レコー、龍翼の子。弟は、没海王、劉平原王、劉弘。氏。順帝の続帝。側室の一人は、あだ、誠の六世孫で、妹の液王公主は、あだ、誠の矢者子にとっついだ。男子がなく、一族の下官王の系統である霊帝がついだ。 室味門が漁期により毒殺された後、建世保持のために漁期とその妹の交代号の張りによって反対を押しのけ擁立された。即位後は、室味門の代と同様に漁期の宣見が続き、漁期は妹の両女、明を官邸の皇后に立て、一族から七風皇、三皇后、六騎人に大将軍を輩出し、漁師最盛期を現出した。漁期は、 方をを殺害すするるなど反対対者に対する弾圧を強めたこの戦王に反発した官邸は、官岸の担長の助力を得て、領期の邸宅を包囲して、中殺、一族もほぼ全員にあたる300名以上が、粛清され、多くの者も免職となり、そのために朝廷が空になるほどだったと司書は伝えている。領期粛清後に申請を始めると、 功労者の単調を二万個の項に封じ、その他の宦官,官たちに対しても恩賞を与えた。両機の戦王は排除したが、この政変により今度は宦官,官たちに権力が集中することとなる。宦官,官に養子を認め、財産相続を認めたことにより、世襲貴族を施行する者も現れるに至った。この時期に牽制を誇った宦官,官に、義の大祖、曹操の祖父曹等もいる。 関官,官による政権掌握に不満を抱いた外戚豪族勢力は関官,官を受教的に汚れた存在として対抗、関官,官を濁流、自らを清流と称しての清掃が始まる。延期2年、カナ院インリオが関官,官の犯罪を摘発しようとしたところ、逆に投獄される事件を契機に関官,官勢力は豪族たちを当人、 土党を組んで政治を乱す者とみなし弾圧を行った。利用は後に許されて司令行為となり、官岸を恐れずに摘発したことで名声を高める。その後、新官として名声があった陳修ゲルと共に、幹部官僚予備軍たる、不都学の学生たちの支援を受け両者は官岸への、球団を開始するが、延期10年に、官岸たちはこれに大規模な弾圧で対抗した。 当古の金で逮捕された人数は200人に及び、逮捕者は無罪とされた後も免職され以後の士官の道が閉ざされた。この処置は、清流派の強い不満の原因となり、清流派の代表であるチン陳ュゲルの名声は、ますます高くなった。官邸崩御後には、陳ュゲルによる、観願中滅作戦が行われたが、失敗、再び観願たちによる弾圧が実施され、 清流派と宦岸の対立が、ますます深まることになる。宦岸の戦王が、後の黄巾の乱の要因となり、豪族と宦岸の対立が、黄巾後の戦乱の時代を生むことになった。漢邸の時代には、五漢の滅亡の要因となる清濁の争いの原因が形成された時代である。特筆すべき事例として、延期9年に、大神国王アントンの施設が入庁している。その他に、 延期7年12月に外赤にあたる自中和田坂への、度重なる還元に激怒して、優秀死し長高死に直命を発して、これを処刑させている。官王朝刑図、ありがとうございます。